ともちゃん、ともちゃん。はい。ワンピース、大海賊シールウェハース、ログ7、はい、次ですね。では、行きましょう。パン。では、開けました。やっていきましょう。当てたいのは、コロの、ミカと、ルフィの海賊なんですね。1個目、タッパン。おー。ワノ国。ワノ国、大演壇ですね。パン。おお。これは、シュラ&フザット。おー、ついに、これのフォローがあるのかな。あ、そうだね。うん、これはグランドレアですね。素晴らしい。ポン。おお。ノーマルの。これも空島のやつかな。コリス&パーガーや。はい。ポン。ということで。おお。やばい。シークレットだ。シークレット来ましたね。え？ルフィ。もう一応見せようか。はい。シークレットなんだ。シークレット来ました。待って待って。これがシークレットかと思った。すごい。この竜がカイドウで、これがルフィです。おーすごい、いいやつ、これがシークレットです。皆さんもうなんか当たっちゃいました。すごい、ともちゃん、いいね。必要なのか。シークレットもう一種類あるのかな。あるあるある。エナッポン、はい、あーこれはあれですね、ワノ国のレア、はい、天狗と、あっ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 、あ、これはグラスかな。なんかわかったすごいね。うんって感じ。ポン、よいしょ。あ、これはもう空島だね。ガンホールピエール、ダンホールがね、スパイファミリーの包丁に似てるな。エレガンス。エレガンス。せーの。おー、またまた。あれ、またまた、さっきと同じかな。でも、グランドレア素晴らしい。ポン。おー、ナミちゃん。ナミちゃん。空島のナミかな、ね、かわいい。ポン。おー、ロッシャー、グランドレア。スーパーグランドレア。GR って書いてある。スーパーグランドレアだね。シャンクス来た。ここにそんなに怖いか信じたりがって書いてある、はい、あの時のやつだね。ワノ国のね、かっこいい。ここがすごすぎて、すごい、少しなんて言うんだろう、あのこのウェハースさ、あのいろいろデコりすぎてるからちょっと反ってるね。よし、この勢いで、この勢いでポン。あー、これはあれだね、ホトリ&ホトリ&ホトリ、いっぱいだね。あ、いたいたいた、これ。おー、ルフィのフォロー。これか、これか。一応 UGR って書いてある。ウルトラグランドエアなんだこれ。よく映ってるこれ。シャムさん、シャムさん、はい、シャムさん、はい、あー見てください、この輝きを。みんなで俺はカイドウをぶっ飛ばしに行くって書いてある。すごいね、今回引きが。お、そうだね、シークレットもう一個来たらついて。そうですね、風にいつもちょっと見ていきたいというのがありますね。やっぱ、あー、これはね、山田国のやつだね。SR だよ、でも。おー、これは、あれ、これさ、うん、あれじゃない、なんだっけ、書いてある、嘘つきノーランド、なんだっけ、これさ、なんだっけ、なんかのでも時出てきたの、ムキムキな人で。よいしょ。おー、おゾロとロビン、ゾロとロビン、なぜロゾ、うん、グランドレアとか、グランドレアか、なんでゾロとロビンなんだろう。お前どうだ、私は嫌よ、俺もだよ。やっぱ、お、レア、これはレアですね。これは黒ずみオロチ。あ、これオロチだね。たくさん。え、ミカ。どうだ、ミカ。ミカが欲しい。ミカがシークレット。一本。オナミさん、かぶったね。かぶっちゃった。おー。でもこれはちょっといいレアなんじゃない、ね、?SGR、スーパーグランドレアだね。で、ここに書いてあるのは、うん、俺たちは迫り来る新時代に備え、クロスギルドを設立。あれよかったよね、あの、松井。祭り上げられてね、LR の僕みたいで祭り上げられてるよね。パン、あー、最後、空島のモンブラン、モーランド&カルガラ。さあ、こんな感じでした。最後笑わせてくれました。じゃあ、いいのだけ見ていきますか。グランドレア、スーパーグランドレア、ウルトラグランドレア、ね、シークレットあたりだけちょっと見ていこうと思います。グランドレア、はい、グランドレア、ちょっとグランドレアがあれだね、あれに見えちゃうね、ちょっと。いいレア、ね、いいレアリティがすごい古いだから。そして、スーパーグランドレアですね。はいはいはい、シャンクスとバギー4個だね、どっちも。そして、ウルトラグランドレア。ってことは、黒ひげ上げたてたら。そして、シークレットです。いやー、シークレット、今、でも、シークレットで2個出たもんね。うん、嬉しいよね。前から、もう発売されるっていうのが、この中のね、うん、あの、あれに。チェックしてたね、タモちゃん。すごいよね。解禁されてたのが、ウルトラグランドレアのこれと、ルフィのやつ。ね、だから、シークレット存在知らなかったよね、今回ね。嬉しかったよね。シークレットってもう一枚何なんだろう。コメント欄で教えていただけると嬉しいです。良かったなと思ったら、また見てください。はい、何が良かった？僕はやっぱ、ルフィ、ミカルフィ、かっこよかったなと思ってる。そうね。私なんか個人的にシャンクスかも。シャンクスがすごかったね。ハキがすごかったよね、あの、遠くから。あ、
そう、もう何回も見ちゃった、あの歌の回のね。でもあれが、なんかあれがちょうど最上映かなんかの歌の映画と合わせてきたから、うまいなと思ってね。よく僕らワンピース好きなので、皆様いろいろコメントとかもらえたりしたら嬉しいです。LR のエンタメ。バイバイ。LR のエンタメ。僕に会いに来てくれる君との日々は夢みたいだったよ。黒青春秋の空は明かし、ひらぎ揺れるのにはかかし、そして君の心はいつまでも青き。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画はこちらです。